ごきげんよう。今日はね、なんと、初心者講座ということで、なんか皆さんね、建築の仕方がまだわかんない方がたくさんいるということで、まあ、軽くね、建築方法と、あと、建築の壁のドアの作り方とか、まあ、本当に初心者の、まあ、講座を教えていこうかなと思います。よろしく、ジッチ。まあ割とね、僕10月ぐらいからやってるんで、まあもう半年以上経つんですけど、このゲームをやってですね。で結構この、まあこのマップのね、端、うん、このマップの端に降りると、まあ例えばこっち、今この辺落ちるんですけど、例えばなんかこっちにアンチになった時に、こう移動するじゃないですか。その時にあまり後ろからやられないっていう、うん、後ろからやられないような立ち回りの仕方とか、例えばもう真ん中にタワーに落ちて全方向を、意識する方法とかあるんですけど、やっぱ初心者っていうのは、初心者っていうかまあかなりのね人がやってると思うんですけど、後ろから撃たれると結構厄介なので、できればね外周から攻めていって、なんかそれは、建築講座ではないな。それ立ち回り講座だね。それは後ほど詳しく言おうか。まあ今日はね、建築方法ってことで、うん。どのタイミングでその資材を集めて立ち回っていくのかっていうのがね、結構疑問に思うかと思うんですけど。まあ意外とね、この家のね、こういうブロックとかあるじゃないですか。こういうベッドとか。意外と集まりやすいです。はい。こういうのはね、簡単に壊れるんで、まあ時間があってね、敵がいなかったりすればね、まあこれをぶったたいて、まあ資材を回収しに行くと。うん。そういう方法もいいかもしれないですね。できればこういう、なんか、まあどこにあるか正直わかんないんですけど、あ、これやったね。これ宝箱壊しましたね。こういうミスは絶対やっちゃダメ。うん。こういうミスはマジ NG です。はい。本当に良くないです、こういうの。大丈夫ですかね、これ。これ初心者が教える初心者講座じゃないですよね。大丈夫ですよね。ちょっと宝箱の位置が分かってないっていう。で、まあ、武器。武器何が持った方がいいのっていう。もうそれもまた違うジャンルなんですけど。軽く説明すると、僕の、一軍。まあ一軍っていうか結構持つ確率のある、武器は、AR1 丁。ショットガン2丁。火薬系2個。まあ、回復がなかったら、例えばこのくっつき爆弾とか、まあ、爆発物系ってやつですよね。うん、それを持ったりするんですけど、まあ、基本的には、AR、ショットガン、回復2個。これですね。で、こういう、結構もうね、こういうことあるんですよ。な、もうアンチは、こういうの確認して、まあ、遠かったらもう早めに移動しちゃう。うん。それが一番いいですよね。今日も朝からカラスが鳴いております。で、アンチが遠いときは、もう確実に、バンテージを確保すると。うん、で、回復系、いろいろありますよね。じゃあ、バンテージ、メディキット。そして、アーマーで言うと、まあ、ミニポ、あ、ラマですね。あ、敵がいる。こんなのがいますね。チーミングだな。最悪だ。うわっ、やばい。どこにいんだろう。なんだこれ。ちょっとすいません。そう、お前らマジで本当によ、気持ち悪いんだよお前。
気持ち悪いな、本当に、チーミング。やばいっすよね、本当に。こういう奴らが、フォートナイトをつまらなくしてる。本当に。マジで。気持ち悪いな。あー、忘れてた。これ実況中だったわ。ですね。何話だっけ。あ、そう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 。体力系ですよね。体力系。あ、回復系。まあ、回復系は、まあ、重要してるのは僕はミニボトルポーション。そしてメディキット。そしてジュース、バンテージ。一番バンテージが使う確率が低いです、僕の中で。だから、例えば被ってしまってどれ選んでいいのっていうのがわからないって方は、まあ、僕が今言った、ものを取るといいかもしれません。はい。もう一度言います。アーマー系ですね。アーマー2つですね。ミニポーデカポー。この2つを持ちます。で、その2つがどっちがなかったら、例えばメディキット、ジュース、そして、バンテージを取ると。まあ、アンチが遠いときはバンテージを率先して取るのもいいかもしれないですね。はい。バンテージ、メディキットを取って、例えばミニポだけを残しておいて、デカポは捨てるとか、ショットガン1丁にして、回復3つにするとか、そういう方法もありかもしれないですね。はい。あ、なんで？あ、もうおー、やばいやばいやばい。ここもう最上級ですね。ちなみにこれ以上上は、作れない。作れないですよ。ここがフォートナイトで一番高いところですね。はい。ここが一番フォートナイトで高いとこ。すごいでしょ。うん。作れなくなっちゃうんですよね。で、結構、しんどいですね。これ多分、まあ、アンチのラインが見えるんで、多分大丈夫っちゃ大丈夫そうですね。まあ、正直今、ラマちゃんがいなくて、ジャンプパッド取れてなかったらちょっと厳しいみたいな。まあ、本当にね、フォートナイトっていうゲームは運もあるんで、運もあります。なので、これといったアドバイスができるかっつったら、ちょっと運要素もあるんで、100%っていう言い方はできないんですけど、僕がやってる、フォートナイトの、戦い方を少し伝授できるかなと思ってます。そしてですね、この枠はですね、1ずつ減っていくんですね。1秒1ですね。1秒1なので、バンテージが3秒で、15回するということで、3秒なので、残り4号ぐらいになったら負けば本当は間に合います。そしてですね、次は2ずつ減るんで、2ずつ減るんで、6秒。あ？なんだっけ？ 2、だから3秒で2、6でしょ？あ、よくわかんなくなってきたもん。6だ。HP6 の時に巻いたらギリギリ間に合うんで、まあ、8秒とか10秒ぐらい、あ、残り10、残り HP10 ぐらいになったら巻くと。で、すごく今日は暑いです。はい。関係ないですけど。ああ、そうだね。建築の仕方だったよね。建築の仕方ですね、この枠は。はい。建築はですね、まず壁。で、いろんなことできます、これ。実はこれいろんなことできます。はい。壁を作ったり。これちょっと見えないですね。まあ、こういう風にね、いろんなことができるわけですよ。あとは、こうか。こう作ったり、例えばこっちをこうやったり。あとね、もう一個あんだよな。どうやってんだっけ？なんか面白い方法できんだよな。忘れちゃったよ。なんかあと一つあんだよな。なんだっけな。なんかね、面白い形にできるんですよね。こうだっけ？こう。思い出した。これかな、種類的に言うと。1、2、3、4、5、6。6個かな。まあでも、まあ、いろんな箇所でできるんで、これも。で、どこで何をしてるのかってわかんない方は、わかるでしょ？どこでやってるか。まあ、壁はこれだけですね。あとなんか、まあ今、私はビルダープロ使ってるんですけど、ビルダープロじゃない、アタッカーの人はもう、これを、もうこれ建築しないで、こう、あ、違う。こうやってる人いますね。はい。
これ、アタッカー使ってる人っていうのは、このね、あの壁、この階段か、この階段になるために2回押さなきゃいけないですね。うん、左からでも右からでも2回押さなきゃいけない。これめんどくさいってことで、結構このこれ多いですね。うん、これ使ってる人結構いました。うん、これね、こうやって1回で済むんで、まあ今はビルダーブローでやってますけど、うん、1回でできるんで、1回、壁作って1回左押して、今のあの階段を作るっていう方法を取ってる人もいますね。まあ最近ではビルダープロが普及して、もう使ってる方はあんまり見ないですけど。うん、割かしビルダープロではない、アタッカーを使用してる人には結構有利かなと思います。有利かなっていうか、使ってる人います。で、BO3 取ったな。あの人後ろからやりましょう。で、結構アンチがひどいんで、遠いんで、これちょっと危ないですね。残り10人なんで、できればここで戦いたくない。左に行ったけど宝箱あんな、こんな、うん、拾えないですね。で、まあアンチの中入ったらとりあえず回復をすると。一番やっちゃいけないのはアンチ内で戦うこと、これ絶対 NG。 安全確保のためにこうやってすぐ検知ができて回復すると。で、ここで重要なのはあまり頭を出さないことですね。うん、例えばこう建築してポッてやるじゃないですか。何を意識してるかっていうと、この状態からスナイパーのとか AR とか、ここの横とかの建築に当たればいいんですよ。相手が撃ってきてこのバリアしたら、例えば建築でまた補強するとか、ずっと撃たれてるならずっと補強するとかできるんですけど、あのね、たまにね、こういう人いるんですよ。こういうなんか見てる人抜かれますからね、これ。うん、ギリギリまで伏せて、まあここに敵がいたら、まあ、ギリギリまで、どんぐらいかな、2つぐらいまでかな、同じ高さで。うん、2つぐらいまで、このね、このラインの2つから3つぐらいのところをこうやっていってれば結構見れますから。うん、わざわざこうやって見やすくしなくていいんで、確認 TPS なんで確認できればいいかなと思ってます。はい、建築の仕方ではないですけどね。建築の仕方もうあれでしょ、建築勝負でしょ、どうやって上を取るか。これ結構難しいんだよな。何度言ってもね、説明してもね、プレイとなったら結構厳しいんですよね。あと皆さん見てください、これ、リンゴ。これね、体力ない時ね、このリンゴを食べると5を回復するんで、これ結構ね、みんなね、知らないと思うんですよ。意外と僕も最近知りました、これ。このリンゴね、リンゴちゃん、リンゴを食べるんだ、ジージー。で、このリンゴね、どこに落ちてるかっていうのはね、結構不定期なんで。あと1個欲しい、リンゴちゃん。まあ、だんだんフォートナイトっていうのはアンチが遅くなってくるんで、まあ正直そんな焦ることはないです。はい、あと1個欲しい。まあ建築のそのあれだよね、みんなが知りたいのは建築の仕方とかではなくて、まあ今は初心者講座なんですけど、建築バトルがちょっと厳しいんですよね。わかりますよ。あれでしょ、上を取られてしまうって方でしょ。で、その、まあ上を取られてしまうならわかるけど、その、圧倒的に取られてしまう方がたくさんいると思うんですよ。あ、もうダメだ、話にならないっていう。相手にならないぐらい強い敵とかいるじゃないですか、たまに。まあ僕もそういう敵と出くわして、ね、いろんな対策をとって、まあ、初心者から今まで、まあ、フォートナイト、北米版、10月ぐらいからやってますけど、10月ぐらいからやってますけど、その、ね、全然ビクロイできなかった時の数を数えて、今3回に1回以上はしてるんで、ナイスキル。バレてないですね。バレた。これ。わかる？落ちた。
危な。結構いいね。硬いなこの女。やったらとりあえず、まあ、回復とかの今ノーダメでやったんで、ノーダメでやったんで、まあ敵の位置を確認しつつリロードができたらちゃんと行く。建築方法がな、なんか上を取るっていうのが階段ですよね。階段、階段、あやばい、それないですよこれ。階段が重要だと思うんですよ。わかります？今のスローでちょっと見てもらいましょう。この階段が結構上上を作る鍵となってくるんで、この階段が作れるようになったらかなり強いと思うんですけどね。これといってどうやって階段を作るかっていうのが、やばい、これやばい、非常にまずいですねこれ。うまいし、まあ、あとはガッチャガチャでいいと思うんですよ。とりあえず高いところまで行ってみたいな。カーだぞ、どこにいるのか分かんないし、資材があんまりないな今回は。残り2人なんで、多分これと今のいたやつとこっちにいたやつ、下にいる。下にいますよ。あ、これさっきいたやつだね。オッケー、ラスト、ラスト後ろにいるやつ、金の毛持ってる。オッケー、ジジイ。初見さんよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ジジイ。ですね、まあこんな感じでね、いつも私フォートナイトやってますんで、なんていうのかな、うん、頑張りましょう一緒に。まあ、あ、今これで分かったかな。とりあえずこれを動画にしよう一発撮りみたいないやでもその高いところ高いところ、またねレベルの高い、まあ、初心者講座とかね、レベルのちょっと中級者講座とか、まあ、あの壁を階段を作って建築勝負に勝つ方法とか、いろいろシリーズ化していこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではボーイ。